ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回からよろしくお願いいたします。名古屋ですね。はい、はい、実はやってまいりました名古屋。はい、やってまいりました。ボンドカーズ東京店長土方さん、改め、はい、ボンドカーズ名古屋店長土方さん、はい、この度就任いたしまして、はい、はい、今度から名古屋でお届けいたします、うん、はい、はい、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして名古屋一発目、一発目させていただくお車がこちら、はい、うん、マクラーレン 600LT、はい、こちらをご紹介させていただきます。はい、これまた一発目にふさわしいというか、そう、はい、ちょっとなかなかパンチ効いてるかなと思ってスペシャルな車が、ね、はい、チョイスしてみました、はい、うん、これはもう僕マクラーレンもともとあんまり知識ないですけど、はい、スポーツ、スーパー、はい、うん、アルティメットの、はい、スポーツシリーズ、そうです、なんですけども結構特別な、うん、そうですね、名前から見て取れるように、はい、まあ、600馬力、うん、まあ、スタンダードの570よりパワーも出てて、はい、うん、なおかつもう伝統の LT ですね、ロングテールの頭文字がついてる、はい、スペシャルなモデル、うん、そんなモデルを今回ご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、外観からいきましょうか。はい、外観またこれなんか黒すごいですね、はい、すごいですよね。真っ黒なんですけど、なんかこのメタリックまた、うん、そう、イギリス車すごくいいですよね。毎回まあそうなんですけど、そうだからやっぱりこうツヤ感というんですかね、うん、がすごくいいですよね。まあ、ソリッドの黒とまた違った感じの、そうなんですよ、はい、うん、なんでちょっと高級感ありつつ、そうですね、高級感すごいですよね、うん、すごいですよね。このなんていうんですか、ツヤ、濡れた感じのツヤっていうんですかね、うん、確かにつるっとしてる感じ、体育会系な車なんですけど、ちょっとそんな感じを感じさせない、はい、ちょっとツヤ感が、うん、でもともと車的に、うん、なんかこうスポーツというかスパルタンな車じゃないんですよね。言ってみるとね、はい、そこまででもないですよね、ベースは。マクラーレン自体がもともとそういうんじゃないとかっていうふうに僕ちょっと下調べで、うん、はいはい、マクラーレン自体はスパルタンさを強調するよりもラグジュアリー寄りといったら なんていうかな、なんか GT とか、あ、そうですね、スーパーカーの中ではどちらかというとこうラグジュアリー傾向が強い印象はあります。でそのロングテール その、うん、基礎となったそのマクラーレン F1 スカ、そうです、もともとなんか、うん、そのスーパーカーなんですけど、はい、こうレーシングカーから来てるスーパーカーじゃないんですよね。そう、違うんですよ。普通レーシングカーから派生したこうスーパーカーとか、うん、もしくはそのレーシングカーに使われるの前提の設計のこうスーパーカーだったりするんですけど、うん、マクラーレンとも F1 とも全然違って、はい、もうあの3人乗りの、そうなんですよ、意外に快適とかって僕見たことも触ったこともないんですけど、はいはい、意外に快適な、うん、車、なんかベースが、ベースっていうかそのお手本にしたのが、うん、ホンダの NSX かなんかお手本になってるらしいですよね、うん、マクラーレン F1 って。そうですか、それは知らなかったですけど、言われてみるとものすごい説得力あります、ね、だからもう本当に毎日乗れるスーパーカーじゃないですけど、うん、スポーツカーっていうのを目指して作られた。なるほど。でそこからなんかこう伝説が始まってって、うん、マクラーレン F1 GTR ですよね。そうですね、それをレーシングカーにしたやつが、うん、もうルマンで優勝しまくって、はい、そうなんですよ、1995年、はいはい、そこ調べました僕、うん、はい、1位、3位、4位、5位、はい、全部独占っていう、はい、まさかの、まさかのね、はい、いや、もうダントツの速さ、強さで、それをさらに改造したのが、うん、そのロングテール1号車ですよね、はい、そうです、マクラーレン F1 LT、はい、LT か、そうです、LT、はい、うん、で、100キロぐらい軽くてパワーも出てて、そうです、はい、そこからの4代目でしたっけ、うん、そうですね、ですよね、4代目ですね、うん、だからなんかそれがちょっとこう感じ取れる感じが少ししますよね、うん、結局つってベースがそのさっき言ったように GT カーに近いというか感覚的なところがあるので、ここまでのスペシャルモデルになると超がつくぐらいスパルタンですよね。このエンジン そのレスポンスというよりもその挙動、なんて言ってもいいんですかね、多分エンジンマウントの全然硬さが違うと思うんですけど、ストックの570とはもうあのアイドリング、あとアクセルちょっと入れただけで全然違いが分かります。味付け的なところが、そう、ロングテール全く、はい、何恥じない、そうですね、はい、仕上がりになってる、はい、本気さを感じますね、はい、でエクステリアも結構こう、うん、スタンダードとか標準のこう570と違って、はい、ちょっとこうバンパー類も、そうですね、少しエッジの効いた感じの、そう、あとあの形状が、サイドの形状とかもこれ社外パーツって言っても、ね、なんか納得しちゃうぐらい、納得しちゃうぐらいな、すごいですよね、はい、感じです。ただやっぱりメーカー製なんで、その空気の流れとか全体のデザインとか、これ素晴らしく綺麗にまとまってますよね、うん、でヘッドライト570と共通と思いきや、はい、
しっかり中にこう 600LT のモードが入ってたりとか、はい、ちゃんと書いてあります、はい、うん、その辺こう使い回しというか、うん、せずねえ、はい、こうなんかこう、ね、そうなんですよ、言われるように細かいところを見ていくと、あの言い方、生意気な言い方ですけど、ちゃんと作ってる、これ専用でっていうですよね、はい、うん、そして横に回っていきましょうか、はい、そして今回の車すごい、うん、もうホイールも真っ黒、ホイールも真っ黒なんですよ、ストリットのブラックですかね、そうです、ストリットでグロスになってますね、でサイズが19、リアが20の、はい20、はい、スーパーカーセッティングで書かれていると、はい、そして横、まあ、このサイドステップなんかがかなり、はい、ちょっと570と違って、はいはい、よりこうアグレッシブな感じになってますけど、そうですね、うん、はい、この辺もだから空気の流れを全部計算して、ね、うん、こうボディに沿わせてってことですよね、うん、だから前から見ても後ろから見てもこう無駄にこう張り出してないんですよね、あ、そうですね、綺麗にこうボディのラインに沿ってます、綺麗なんですよ、確かに、うん、だからなんかその辺がこうマクラーレンらしいというんですかね、僕はすごく好感を持ちます、でも奇抜でもあるんですけどこう美しいですね、うん、そうなんですよ、原車見るとすごくラインが綺麗でやりすぎ感がないですよね、そんな横になってございます、はい、そしてどんどん行きましょうか、うん、後ろもちょっと専用というか、はいはい、まあ、バンパーもえらい形状になってますけど、そうなんですよ、ここは繋がってない形状ですね、これすごいですよね、うん、どうなってんですか、これすごいですよ、ダクトじゃなくてちゃんとここ切ってるんですよ、うん、切ってあります、なるほど、うん、やっぱりこれ飛び石とか気になりますけどしっかり貼ってあるんですね、この辺は、はい、フィルムが、フィルムがね、はい、貼ってありますね、もう後ろからタイヤが見えるっていう、そうです、そしてウイングと、あと 600LT といえばこれですよ、はい、もうこれですね、はい、これですよ、まあ、バンパーの真ん中から出す車はまあまああるじゃないですか、うん、はい、はい、ランボルギーニとか、はい、ここから出す情報廃棄です、はいはい、だからもうバックミラーでこう、うん、アフターファイヤーが見えちゃ う, っていう、見えちゃう、そうですね、でそのを考えてるのか分からないですけど、ここはちょっと材質がちょっと変えてあって、うん、はい、はい、多分考えてるんでしょうね、違うのかな、まあ、熱、まあアフターファイヤー当たらないにしても、そう、はい、熱が、ね、そうですね、はい、変色したりとかちょっとこうクリア層がおかしくなったりする可能性は当然熱外でありますからね、この辺だけちょっとフィニッシュが違う、うん、普通の塗装じゃない、はい、耐熱の塗装かなんか多分、ね、多分なってると思いますね、うん、そんな感じで、まただから後ろが結構賑やかですね、賑やかですね、570なんかより、うん、であとはこう、はい、普通の570とかだとこの樹脂製のなんていうんですか、こう六角形っていうのかな、はい、の普通のあのグリル網、はい、樹脂のものになってるんですけど、もうこれ完全にネットですからね、あ、金属製の、そう、金属製の、これも立体感がすごいですね、すごいですね、こんな感じの、だパッと見るとテールレンズどれなのって感じだもんね、分かんない人はね、確かに、うん、そうですね、うん、言われないと分からないね、そしてディフューザーもまた大きい何ですかこれ、なんちゃってじゃないんですよね、そうなの、だからフロアがもう本当に真っ平ら、そうで、そのままこう、うん、なんですか、段差なく後ろに、う、うん、だからね、なんていうの、当然あのメーカーが作っているものだから張りぼてって言ったらおかしいですけど、やっぱり車外のリアディフューザーとかでこのフィンが縦方向に長い車外のパーツっていくらでもあるんですよ。でもよく見ると奥行きって取れてないんですよ。でなぜかというと、遮熱板があったり、あのデフがあったり、あのバンパーのリンホースがあったりっていうので、意外と、ね、見えない部分でこう鉄板が張ってあるんですよ。なので車外で後から作るとこのフィンの長さが実際取れてない。でもやっぱりこういうスーパーカーですし、メーカー純正で作ってるものなんで奥行きもすごいし、土地言うようにそのフラットボトムってのにも美しいです。真っ平らです、真っ平らです、はい、こういう車でちょっと前までだとサーキットって結構グラベルが多かったんですけど、あ、グラベルの上跳ねちゃうっていう怖さはあるんですよね。グラベルに刺さって止まってくれないっていう、はいはい、フラットなんで、まあ、それはちょっと余談ですけど、でもこれ素晴らしいと思いますね。カメラマンさん映ります？すごいよね、リアのエアの処理がすごいなっていう、ね、リングしかり、このディフューザーしかり、この横のダクトしかり、はい、はい、やっぱりロングテールなんですね。え、ロングテール、ロングテール、そうなんですよ。だから本当はね、まあ、ちょっと今1台名古屋店に在庫で 570S があるんで、まあ、ちょっとこうなんていうんですか、
まあ、編集の都合でうまくこうノーマルはこうですよって入れてもらっても構わないですけど、なんかこう違いがすごく分かるんですかね、うん、僕も LT そのなんかマクラーレンのスペシャルモデルぐらいに思ってたんですけど、はい、なんかもう特別さが半端じゃないんですよね。そうなんですよ、たかだか30馬力ですけど、メーカーが作った30馬力アップで軽量化とか空力とか考えてるんで、おそらく多分僕さっきと走ったわけないですけど、570も 600LT も多分相当な動力性能が違う差が出ると思いますね、うん、だから軽量化も100キロぐらいかかるんですよ。そうなんですよ、この車で100キロって相当ですよそうですよね、相当で、しかもなんかこう足回りに関してはこうスポーツモデルですけど、うん、その上の結構上のスーパーの方の720とかの足回りとかブレーキの構造をそのまま継承してたりとか、伊達じゃないですか。そうなんですよ、1997年でしたっけ、はい、LT1 号車、1号車というか LT 初代 LT のマクラーレン F1LT か GTR-LT がルマンで1位にワンツーフィニッシュ決めて、3位以降と30周差をつけて優勝したっていう、はい、そこからこう伝説がスタートしてる。そう、ダントツの速さなんですね。なるほど、うん、そんな LT、 はい、素晴らしいです。素晴らしいです。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、内装が行く前に、うん、このソフトクローズがオプションであるんですか。 LT どうだったかな、570とかね、はい、普通のものはラグジュアリーパッケージとかでついてるんですけどね、この車はついてない、うん、はい、装着されてないです。オプションがあるかどうかわかんないですけど、そうですね、この車はちょっとついてない、うん、この上がり方がいいですよね、うん、ビヘドラルドア、はいはい、覚えたんで言ってみたいんです、はい、した感じですね。そして内装がまたなんかこの、うん、とにかくアルカンターラで全部統一されてる。そうなんですよ、だからなんていうの、落ち着いた感じもあるし、スパルタンさも出てるし、確かに、うん、すごくなんかこういいですよね。なんかこのマクラーレンスタートはこうレーシングカーじゃなかったっていう風に見てきたんですけど、うん、はい、やっぱり LT だと、うん、はい、ちょっとこうレーシングカー感がすごいよね。すごいですよね。そう、オプションでこれなんかセナシートもあるんですか。そう、オプションであります、セナシートが、うん、もうだってそれつけたらもうスポーツシリーズじゃないじゃないですかね、はい、本当にブレーキはもう720とかだし、足回りとか、うん、で中はアルティメットのセナシートなんてつけたら、うん、でもそれができるぐらいのこうポテンシャルというか、うん、そうですね、はいはい、車の車格を持ち合わせてるわけです、うん、そして他触れとくとことしては、はい、うん、ドアなんかも本当に超シンプルなんですね。はい、超シンプルです。もう真っ黒黒、はい、そして全部アルカンターラ、はい、乗り込んだ時にアルカンターラのせいか黒いんですけど重い感じがしない。ああ、なるほど、うん、真っ黒っていう感じじゃないですもんね。そうなんですよ、うん、だからそれがすごくいいなという感じがします。でいいのはこの滑らないのと、あと反射しないんで。そうなんですよ、ですよね、うん、レーシングカーなんかこうダッシュボードみんなアルカンターラとか、はい、うん、素晴らしいです、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。はい、これ藤川さん、これはどうのお尻からですか。え、普通に普通の車と一緒じゃない。お尻からだときつくない。ちょっとそうですね、マクラーレンの場合は、うん、という普通に入っちゃった方が、はい、上に空いてるから正解の気がします、はい、結構このサイドシルが、うん、こここう低くなってるんで先端が。そうなんですよ、そうですよね、うん、この厚みと高さありますけど、うん、前がちゃんと低いんで、そう、足からも乗れますね、うん、普通に。だからこれが650との大きな差ですよね。もともと650ってこの辺も意外と競り上がっちゃってたので、なるほど、本当にこうよっこいしょって感じだったんですよ。でもこう570は普通の足上げてもらえばスッと入る。だいぶ低いですよね。はい、全然楽勝です。そしてもうフロアが全部カーボンでございます。そうです、すごいですね。すごいですよ、これカーペットとかないんですね。ないです、もうむき出しの、はい、そしてシートに関してはもうフルバケなんで、うん、はい、高さ調整だったりはないですよね。ないです。これ取り付け位置で若干調整できるんですかね。若干できますね。できます、ね、穴が2つあるのかな、はい、ネジが、うん、一応付け替えれば若干調整できるかな、はい、でフルバケに関してはもうこのちょっとじゃないですね、だいぶデブな僕でもぴったんこです、うんうん、大丈夫ですね。大丈夫です、うん、はい、なんでほとんどの方が大丈夫じゃないでしょうか、うん、なんかねクッションがねいい感じに固め、そう、固めで厚いんですよ、はい、だから結構フィット感保ちつつ、そうそう、でもサイドのタイトさはあまりなく、はい、普通に乗れちゃうと思うよ。これなんかこうフルバケでもなんかこう硬いこうなんていうんですか、うん、
感じしないですよね、うん、カートの分かります、カートのフルバケとかってもうなんかこう硬いじゃないですか、うん、はいはいはい、不快な感じじゃないですか、そうですね、でこれ結構タイトですけど全然不快な感じはせず、全然しないですよね、うん、しっかりホールドされてる感があります、うん、そして前後はだってさ、はい、ほらツッチーだったらさ、はい、当然覚えていてくれてると思うんだけど、はい、東京店で650の右ハンドル、はい、650S スパイダー、はい、右ハンドル、はい、フルバケ白レーザー、はい、やったの覚えてる、覚えてるよね、はい、あれもこんな感じだったじゃない、なんかすごくフルバケなのにフルバケに座ってる感じがしないっていう、確かに、うん、なんかこの不思議な感じ、そうですね、うん、とにかくフィット感がいいです、いいよね、いい感じだし、もうだからこう体を支えるのに力を必要としない、そうです、はい、本当に運転に集中できる感じがします、うんうん、そしてペダルレイアウトに関してはうーんっていう、いやいやいや、やっぱりちょっとこうマクラーレンで少しこう何ですか、左足がちょっとタイトじゃないですか、うん、そうだね、ここに関してはちょっと慣れが必要かなっていう、うん、はい、もうちょっと普通の車だったら左足こうこっち方面に行けるじゃないですか、うん、とにかくブレーキ踏んだ時にこう左足とすごく近い、うんうん、だここだけは少し慣れが必要かもしれないです、あ、なるほど、はい、ただ、うん、全然こう高さとかは違和感ないんで、うんうん、はい、結構ゲレンデじゃないですけどこう高さに違和感あったりする車もあるじゃないですか、そうなんですよね、はい、うん、その辺は全然問題ないんじゃないかなと思います、はいはい、そしてステアリングです、ステアリングも全部アルカンターラです、はい、まさかのこのエアバッグのこの外周もアルカンターラっていう、かっこいいね、で真ん中がこれレザーなんですね、そうですね、なるほど、うん、でこの辺が全部このちょっとツヤの抑えたカーボンで、はい、パドルもでかい、でかいカーボン、しかも質感やっぱりいい、うん、いいよね、はい、うん、バッチリです、うん、そしてこの何よりメーターのこの視認性の良さ、はいはい、このハンドルのこの隙間いっぱいにこうメーター、うん、そんな感じですね、そして運転席からの視界はマクラーレン、はい、この間の720もそうですけど意外にいいんですよね、はい、意外にいいです、はい、視認性がすごくよろしいです、うん、でダッシュボードなんかも全部アルカンターラでこう反射が抑えられてるんで、はい、うん、光っちゃうことなく、はいはい、こんな感じでちょっとオンにしてみましょうか、はい、はい、でメーターをあここしっかり、うん、まあ、当たり前ですけど、はい、600LT LT ですよ、はい、これ570だったら超がっかりじゃないですかこれまあそうなんですけどしっかりでもちょっとこれ、うん、ボディカラーと揃えたかったっすね、あ本当だね、はい、うん、黒で、はい、やってほしかったっす、うん、そしてオンにするとこんな感じで、うん、表示あかけちゃった方がいいですかね、はい、かけてやってください、ああ、なるほど、もうメーターも超シンプルです、レブカウンターと、はい、まあ、必要な情報が両サイドっていう感じです、はい、うん、もうなんかこれはだからもうインテリアのこのデザインというかにもつながってますよね、はい、メーターもシンプルだし、うん、まあ、このナビゲーションも本当にシンプル、はい、ハンドルもこうシンプルじゃないですか、うん、もう余計なものをこ う, そうないというか、そうですね、情報量多すぎるとか操作が多すぎるって結局使わないじゃないですか、確かにメーカーの考え方一つなんですけど、マクラーレンはそういうのを良しとしないですよね、うん、でこのナビがちょっと縦長の珍しい、うん、あまり他にない感じの、はい、はい、これがナビ、うん、はい、こんな感じで、そうですね、はい、まあ、そんなに超あれ、うん、こういうのはできます、できます、あれこれはできないです、ね、あれこれ縮尺もできるのだっけ、あ、これできないですね、できないか、はい、はい、あ、なんで一世代ちょっと前のこのナビの使い方ですね、うん、こういうのとかこういうのとかできない感じの、うん、はい、ズームとかはこう操作する感じですね、まあ、超使いやすいかっていうとって感じですけど、そうですね、はい、正直言うとナビはあんまり期待しない方がいいなって僕は思います、まあ、知らない道にこう何ていうんですか、うん、行く車じゃないじゃないですか、そうですね、はい、うん、だまあ最低限こう自社位置と、うん、はい、大きな通りでどこ行くのか分かれば、うん、はい、十分なんじゃないかなと、そうですね、はい、別に使えないわけじゃないです、はい、ただ現代的な車に比べればと、そうですよね、はい、この辺も割と簡略化されてるというか、はい、もともとがそうなんで、運転の方に、うん、もう集中できるように集中できるようになってる、うん、でエアコンはやってまいりました、フルフェイス、はい、これ変わらずなんですね、そうです、かっこいいですね、はい、ですね、はい、そしてこの辺がシフト関係、うん、モードの切り替え関係、うん、はい、スタートボタンとモードの切り替えと、はい、あとローンチと、はい、はい、
アクティブって何でしたっけ、これを操作するときに、あ、はい、そうですね、うん、この3点セットなんですよ、ね、そうです、はい、そして、うん、アイドリングストップオフと、はいはい、ボーンネットシフト関係、そうですね、はい、そして収納関係は、うん、ここに少し、うん、そう、ちょっとトレイ的なものと、うん、グローブボックス、うん、はいはい、しっかり入ります。あとここは USB 1、2、3、サーケットついて、はい、あとピンジャック、あとここにもね、はい、はい、そしてここ、うん、ちょっとドリンクホルダーみたいな、そうですね、なんかこれ、ま、間違いなく使いづらいですよね、そうですね、はいもはい、出せないです、ね、出せないです、はい、で 600LT のロゴが入って、はい、うん、そして助手席グローブボックスなんかは、うん、意外とびっくりですよ、はい、あ、知ってます、知らない、はい、あ、これブックルイも入らない、入りません、はい、薄い車検証入れがいっぱいじゃないですかね、はいはい、超ミニマムです、そうですね、はい、ちょっともう口収納になってますけど、はい、そんなのついてると、うん、これちょっとボタンおしゃれでいいですね、そういいですよね、これはね、うん、なんかもうちょっとこう、まあいいかな、はいはい、そして後ろの視界は、うん、って感じです、本当に、はい、結構良くない、ウイングが、うん、あとマフラーが、ウイング、ウィングでもそんなに、ちょっと動かしていい、ウィングそんな、あ、これで見ると意外と邪魔になるんだね、ですよね、高さがね、はい、あ、ないように見えたけど、ちょっとあるんだね、ミラーのこの視界でいくとこんな感じです、うん、結構ウィングが、はい、ね、入ってるね、目立ちますね、うん、はい、まあ、バックカメラ、あ、バックカメラしましょうか、はい、はい、まあ、バックカメラついてますんで、うん、あ、こっちか、そう、はい、こんな感じで、はい、まあ、使い勝手に困ることはないと思います、はい、前後センサーもついてますから、はい、うん、なんで直接のその視認がちょっとウイングがある分少し狭いかなっていう感じです、はい、そしてそのまま上に行くと、うん、ピラーとか天井はパブリックなんですね、そうですね、はい、黒系の、はい、はい、でバイザーも同様の素材で、うん、はい、ちょっとちっちゃめのものがついてます、うん、はい、こんな感じでしょうか、はい、いや、フルバキいいな、いいよこれ、なんかなんかエンジンかけた時のこう振動がなんかこうリジットな感じしない、なんかこうダイレクトな感じしない、ちょっとこれをちょっと走らせてみたいですね、え、だからこれマウントなんか相当あれじゃないの、なんていうの、あの、なんていうんだっけ、強化された、あのゴムの脱ぐみたいなマウントなのかな、もしかすると、ポルシェとかもそうだもんね、スペシャルモデルだと、あ、そうなんですか、そう、GT3 とかもそうなんじゃない、こう鉄が入っててゴムがあって、でちょっとこう筋が入ってまた中にゴムじゃない、じゃあもうこの筋隙間がなく全部こうゴムになる、あれエンジンマウントがなんか電子制御で硬くなるのってないでしたっけ、なんかあったね、あ、ポルシェあるよ、うん、そうそう、最近のやつね、新しいやつね、でも結構エンジンってこう踏んだ瞬間にこう揺れるからすごく重要なんですよね、そう、だ縦置きだとこうなるし、うん、そう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 、横置きだとこう、こういう動きが出るから、うん、結構エンジンマウント の, その質というか、そうで結構車の挙動とか、いやもう全然全然変わるよ、うん、ちょっとその辺も乗ってみたいと思います、うん、はい、じゃあボンネットを続いて見てみたいと思います、はい、ボンネットはドアを開けたところの、そうです、はい、スイッチがありますんで裏側のスイッチを押していただければ、はい、こんな感じで、あ、結構容量、うん、でも僕いろいろこう570とか6150とか紹介させていただいてるじゃないですか、うん、ちょっと前なんて言ったのかなってちょっと心配になっちゃいますけど、うん、600LT 結構広くないですか、うん、広いですね、なんかポルシェなんかより全然広い気がします、うん、多分ね、でもポルシェと同じぐらいなのかな、同じぐらいですかね、あの意外とここの間口が広いんですよ、あ、そうですね、なんですけど使えるのってここからなんで、あ冷静に見ちゃうと意外と狭いかもしれない、確かにそう言われるとそうですね、そう、でもまあまあそれなりに深さがあるんで、あの全然問題はない、結構ありますよね、深さ、深さあります、これちょっとフロアとの関係がちょっと、うん、心配になっちゃうんですけど、何、あ、下がね、はい、うん、もう下じゃギリギリまで、ギリギリがもうトランクフロアみたいな、じゃあ結構スーツケース1個ぐらいだったら、あ、入りますね、入ります、入ります、うん、あとマクラーレンといえばここですよね、そう、うん、充電のポートが、はい、ここについてます、もうこれもだから例に漏れず、バッテリーを上げちゃ絶対ダメな、絶対ダメです、はい、なんで必ず、まあ、長期駐車するときはボンネット開けて、はい、もしくはできるんであれば充電して、そうです、はい、うん、駐車していただく車になります、はいはい、続いて天井周り見てみたいと思います、
続いてマフラーの音を聞いてみたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。今回は試乗じゃなくて、はい、探検になりそうですけど。そうなんですよ、道がわからないんだからどうするって話だよね。まあちょっととりあえずこの大通りわかる範囲でちょっと乗ってみたいと思います、はい、路面状況はいつもの路面状況じゃないんで、うん、ちょっと怖いんですよ、うん、僕路面がわからないんで何かあったらええだなっていうのがあってちょっと緊張してます。いつになく大丈夫ですか。はい、これ意外に乗り心地がはいいい、はい、よくありません。いいといえばいいんですけど、はい、それが、はい、ほらマクラーレンなんで、はい、結局カーボンバスタブなんで、はい、足が動いてくれるっていう。あー、はい、なるほど。なんですよね、720の時もそうでした。そうですそうです、はい、そしてもうこのダイレクト感やっぱりそうすごいですね。いや全然違いますよね。なんかもしかすると否定されてしまうかもしれないんですけど、はい、なんとなくこうポルシェの RSK にも通用するような、実は通用するか通じるような、もうこのエンジンの音とか振動とか、はい、足回りから伝わってくる音とか、うん、そうですね、はい、うん、なんか全然違う、全身で感じられますね。感じられます。なんか本当ダイレクトな感じです、乗っててもアイドリングストップついてるんですか。はい、あ、そっか、うん、だからね、さっきちょっとそっか、紹介しましたよね。かかんなかったんですね。やっぱりこのピンヒート音しますね。しますね。マクラーレンなんかみんなしません、うん、みんなします。720もしますよね。そうですね、はい、確かに。そしてマフラーの紹介ではすごいところに出てますねなんていう、はいはい、もう小学生並みの感想で終わってしまったんですけども実はあれってなんかそのリアのウィングに当てて、うん、ダウンフォース稼いでるんですよね。そうなんですよ。ですよね、うん、だから格好であそこから出してるわけじゃなくて、うん、はい、ちゃんとリアにこう排気があってね、そう、整流を考えてるっていう、使ってやってるんですよね、はい、そうですそうです、まあ、本気の車ですからね。そうなんですよ。やっぱりこう LT の名前をつけるにはこう中途半端じゃやっぱり、うん、やっぱりこうしないですよね。こう過去の栄光を汚すことにもなっちゃいますから、ね、そうですよ。で、初代が F1GTR LT で、うん、ロングテール、あの後ろがこう長いやつですよね。そうですそうです、まあ、あれかっこいいですよね。いやかっこいいですよあれ、うん、でそれが何年ぶりかに復活したのが675、うん、そうです。でその後675スパイダーが出て、はい、でこれが4代目というか、うん、の LT、はい、うわ全然違いますね、なんかいろいろマクラーレン、うん、そうなんですよ。で僕思ったのは、はい、つい最近こうプラカン乗らせてもらったじゃないですか。あ、はい、乗りましたね。こうこの辺もう全然こう椅子正直こうフルバケですけど、はい、そんなにこう低すぎないじゃないですか、うんうんうん、マクラーレンのフルバケって。確かに。なんですけどダッシュボードのこのドアと、うん、なんかこう裏側ってもうちょっとこうダッシュボードこう下がってる感じ、はいはい、で視界もこのぐらいしかなくてっていう感じですけど、うんうんうん、なんかダッシュボードもこう極端に下がってる感じもしないし、うん、もう視界も多分これ今画面で見たら、うん、普通のクーペの車と変わらないぐらい本当にそのコメントってマクラーレンでは必ず言っちゃうよね。言っちゃいますよね。ほんと視界がいい、乗りやすい。本当に今このカメラで撮ってるのが、うん、
クーペの視界なんですよね。そうだよね。いわゆるスーパーカーのあのAピラーがめちゃめちゃ寝てる車の視界じゃないんですよね、うん、何なんですかねこれね。ただ違うのは周りの車がこう高く見えるっていうそうですね、それは、ね、見えてます、はい、うん、それぐらいかな。でまたデザインがいいですよ、このドアとか、うん、見てくださいこれアルカンターラとか。あ、いいですね、はい、なんかこう造形がすごくマクラーレンって綺麗なんですよね。なんかまとまってるのかな、全体的に。奇抜なんですけどなんか、うん、ちゃんとまとまりがありますよね。うん、なんかこうエクステリアしかり、そう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 、インテリアしかり、激しさを感じないっていうのかな。なんかだってメーターフードだってこれですよね。え、ほんと前見やすいですよ。そうなんですよね、うん、だからここハンドルからこの収まってるこのこれすごいですよね。これぴったり入ってるからけど、こう外から見るとこの奇抜なね、本当に、やっぱりあの F1 デザインしたゴードン・マレーでした、うん、あの時代からやっぱりそんな感じ、まあ、もちろんそのデザインしてる人とか設計してる人とか別ですし、うん、はい、なんですけど、なんかあの時代からちょっとこう奇抜でありながらこう、そう、なんていうの、ドライバーに無駄なストレスを与えないよね。そう、それは大事にしてるんでしょうね、マクラーレンって多分。うん、本当いい車だな。これはもうちょっと、うん、みんなマクラーレンの良さに気がついた方がいいですね。そう、はい、気がついてほしいですね。わ、すごい、ダイレクト感本当すごいな。半端ないでしょ。はい、ちょっとでもこれ720よりもしかしたら、うん、いや全然スポーツでしょ。スポーツですね怒られちゃうかそんなこと言ったら。でもやっぱりこう系統が違うって言えば違う、はい、その元々の派生してるところが違うんで、はい、なんともちょっと言い難いんですけど、でも本当スパルタンな車ですね。確かにちょっとポルシェの RS とか、うん、この辺とちょっと雰囲気というか通じるというか感じるというか、なんかありますよね。うわ、シフトも反応早いっすね。早いっす。もう助手席でも全然こうこれだけ早い。3000回転で今50キロ60キロ出ないぐらい、はい、なんか今全てが速かった。いやすごいですね。車もそうだし、うん、シフトもシフトアップのスピードもね。でまたこれだけ極端にこうダイレクトに振動も伝わってくるし、うん、車のこう何ですか挙動もこう体に伝わるんですけど、またこのフルバケがね、もうぴったんこなんで、なんだろうねこれ、なんかこういいシートに座ってる感じみたいな不思議な感じなんですよ。いやもうすごくいいですよね。どうしても助手席ってこう捕まるものないじゃないですか、うん、運転席と違ってこうハンドル持つわけじゃないし、うん、まあ、こういうところを捕まろうと思えば捕まりますけど、うん、こう何ですか、運転席に座ってる時よりもこう疲れやすくありません、うん、そうですね、やっぱり体支えられないし、うん、次の挙動がこう予想できないじゃないですか、うん、ドライバーってブレーキ踏むから自分でこう G がかかるの分かるし、そうだよね、はい、加速する時もハンドル切る時もこう分かってこう構えられるんですけど、うんうんうん、助手席の人って結局身任してるんで、うん、だからそれがもう全然このフルバケだと感じない、感じないというか、あのシートに任せればね、任せてられます、はい、一番いいですねそれが。いやいいな、これレカロじゃないのかな、違うのかな、どうなんですかね。背面も全部カーボンじゃないですかこれ。うん、そう、マフラーのこのレイアウトからか、うん、乗ってるとそんなに排気音は聞こえないですね。聞こえないですね意外とね。このエンジン のノイズというか、うん、音は聞こえますけど、はい、あの外で聞いたあのブーンっていう音は聞こえないですね、うん、回転数にもよるのかな、はい、今回せてない状況だから、はい、ね、何とも言えないですけど、まあ、本領発揮はやっぱりワインディングとか、ね、そうですね、ですかね、サーキットだったり。
車自体はでも僕結構こう足が動いてるからか乗り心地はいいと思います、うん、ただタイヤがさっき、ね、あのこれ P0 かななんて普通に通り過ぎてたら、うん、P0 の中でもこれトロフェオ、うん、トロフェオなんでそう反則ですね、はい、あとタイヤがやっぱりどうしても硬いのでタイヤ自体がね、はい、ちょっとその吸収するバンプの時に吸収する悪さはありますよね、硬すぎるんでタイヤが、まあ、サーキットとかねワインディングで熱入れてこう溶け出してくれば当然いいタイヤなんですけどね、私一般何一般道にはちょっと不向きですね正直言って。タイヤがタイヤのちょっとロードノイズと、そうですね、あとその乗り心地の、うん、はい、部分はちょっと感じますね、より感じますよね、はい、だから足が動くから、そう、これ普通にハイグリップのラジアルタイヤにしたら相当いい感じだと思います、はい、ですよね、うん、まあ、その辺の味付けは仕様変更で十分楽しんでいただけるんじゃないでしょうか、はい、あれモデルでこんな違うんですね、なんかね、正直外見は、うん、割とみんなって言ったらあれですけど、うん、結構衣装似てるじゃないですか、似てます、ね、特にスポーツシリーズなんて、はい、もうパッと見なんかフロント衣装、うん、あれこれシリーズ何これみたいな乗ると結構違いますね、そうなんですよ、キャラクターが、そう、味付けが全く違うね、このパドルシフトのこの感じがいいんですよ、このシーソーなんですよね、そう、なんかこう節度があるというか、こうなんかこうすごくいいんですよ、いい感じです、速い、うん、ね、こんな低速で普通に走ってるのに、うん、使いやすいですよ、意外に超シンプルですよ、うん、メディア関係はこれ、うん、メディアはこっちか、あ、なるほど、あ、さっきのだから入力とラジオと、はいはい、当然テレビとかはついてなく、ついてないですね、はい、うん、ああ、うん、電話と、じゃあここに繋いで使う感じです、うん、ちょっといっぱい入れちゃった、いいですいいです、はい、グローボックスの中に繋いで使う感じなんですね、うん、そうですね、なるほど、はい、やってきましたよ名古屋、まさか土川さんと名古屋で試乗動画を撮るとは思いもよらないよね、いや、また新鮮ですね、ね、うん、うわめっちゃ軽い、フケがバイクね、ほんとそんな感じします、乗ってて、気持ちいい、高速乗りたいですよね、本当は。そうですね、こういう車は高速乗りたいですね、はい、で、話さないですけど、はい、話さない、話しちゃいけないですけど、はい、まあ、こう軽く握ってるだけですごいんですよ、ちゃんと直進で持ってってくれるので、はいはいはい、さっきトロフェオが硬いねって言ったけど、はい、取られないんですよ、僕なんか見ました、うん、それあ、本当ですか、なんかもうスーパーハイパーカーだっけな、なんか300キロ出すのに、うん、ケニグゼクだっけな、うんうん、なんか本当に片手 で軽く添えてるだけで、うん、車まっすぐ走るんで300キロ前バーっていう、本当にだからもうそういう設計してる車って、うん、高速域になってもブレないし、そうだよね、まっすぐ車が進むように設計されてるんですよね、うん、それ感じます、うん、だから怖くないだろうなと思います、こんな意外と今こう映像には出ないと思うんですけど、意外とこの幹線道路で私多いじゃないですか、なんですけど
当然車車体とかハンドルこう揺れますけど持ってかれるってこと全然ないです。だから修正勝手にしてくれるんで本当楽に持ってればずっとまっすぐ行っちゃう。これはもうすごい優秀ですね。やっぱりでもこうキャビンしかりですけどこうフレームでずっとレーシングカーみたいにつながってるじゃないですか。これバラして見ることができないんですけど、はい、僕らこうやってネットとかのね、はい、透かして査定上見るんですけど、はい、やっぱりフレームはもうレーシングカーですからね、作りがすごいなと思いますよ。ミッションの積み方だったりとか、いや本当すごいですよねマクラーレンって。うん、本当すごい。ゴリゴリの僕 F1 のイメージが強かったんで、はい、もうゴリゴリのこうレーシングカースタート、うん、かなと思ってたんですよ、うんうん、で LM がちょっとどういう経緯でどうなったのかなっていうのを昨日ちょっとパラパラっと調べたら、はい、なんとびっくりその F1 マクラーレン F1 が実はそこを目指してなかったっていう、うん、はい、そうですよね。1号車あれですよね、アイルトンセナが予約したけど、うん、納車される前に亡くなっちゃったっていう。あ、そうなんですか。らしいですよ。へぇー、マクラーレン F1 は。当時のレートでだって1億円ですからね。そうですね。その車がまさかこうレーシングカーから派生してきた車じゃないっていう、うん、逆にレーシングカーになって連戦連勝すごいよね。漫画っすよね。だからもう本当だよね、はい、結果的にそのノウハウとか技術は持ってたけど、はいはい、レースに出す前提ではなかったんだけど結果的に車の作り込みってレースに耐えうるものができてたんだよね。じゃあね、あ、そうです。そういうことですよね。そういうことだよね。はい、うん、すごいよね。だからそのツッチもいろいろ経験してるし僕もその、はい、素人なりというかアマチュアなりにレースやってたじゃないですか。やっぱりこう車の補強の仕方だったりとか空力だったりとかタイヤの使い方ってもう本当難しくてやっぱ僕ら素人がねちょこちょこ手作業でやれるレベルの話じゃないですけどでもやっぱりなんていうんですかそこをこう市販車ですよって言いながらベースにレーシングカーに仕立てた時に出来上がった車がダントツに速いっていうのはやっぱり素性がいいとしか言いようがないですもんね。そうですね、はい、生まれながらのサラブレッドなんです、ね、そうですね。そうじゃない車速くするのもかっこいいですけどね。かっこいいけどね、はい、でも大変じゃないですかやっぱり、はい、なんかツーリングカー選手権じゃないですけど DM とか、はい、はいはいはい、はい、そこまでこうスパルタンじゃない車をこうものすごくこうレーシングカーにしたのもすごくかっこいいですけどかっこいいですけどね。でも否定的な言い方をすると側は市販車だけど中身全く違うなっちゃってるじゃないです か、 なるほど。そういうところはまた違いますよね、はい、DTM とかの車ってなっちゃうと GT カーは。うわ、いや本当にでもこれカートとか、うわね、カートみたい、カートみたいですね、はい、エンジンバイクみたいですよ本当に。ずっと乗ってたいです。マクラーレンいいな。うん。なんかうっかり東京店まで乗ってっちゃいそうな勢いですよこれ。いやでもこれは本当になんていうんですか、うん、楽とは言わないですけど、うん、はい、淡々と走れますねこれ。ね。はい、だね別にあえて社名を言うつもりはないですけど。大量生産で安いだけが売りの車を乗るよりはよっぽど楽だと思いますよ本当に。確かに。だから高速で80キロ以上出すともうセンターが出なくなっちゃう車なんて。分かりますよ、はい、いっぱいあるじゃないですか。ものすごく分かります、はいはい、それって本当疲れますよね肩凝るし。それで限界を迎えて撮影車を新しくしてもらいました、うん、なるほど、はい、そういうことなんですね。そういうことです、はい、じゃあ名古屋にいっぱい来てもらわないと。そうですね、はい。いやもうでも、もうそこはもうなんていうんですか、やっぱりこうその速度域をこう想定してる車じゃないと、はい、街乗りやっぱり平均速度40キロメインで作った車と、うん、
やっぱりドイツのアウトバーンを視野に入れて作った車と、うん、はたまたこうやってこうサーキットまでを視野に入れて作った車だと、うん、やっぱりそこは違いますよね。そうですね。でも言い方なのかもしれないですけど、仮に100キロとか150キロの領域で安定してる車って、じゃあ30キロで安定しないかって言ったらそんなことないじゃないですか。まあそうですね。そうだ、僕は日本のメーカーを否定するわけじゃないですけど、やっぱりこう組成の違いってどうしてもこう使う、あ、それコストもあるんじゃないですか。もちろんあります。やっぱり速度域上げるとどうしてもこう必要なものがいろいろ、ブレーキしかり剛性しかり、うん、はい、出てきちゃうじゃないですか。そうですね。そうするとコストも高くなってきちゃって、うん、それはわかります。なんか悲しいじゃないですか。せっかくこう楽しいんだろうなと思って乗ったら高速道路で疲れちゃって、もう肩凝っちゃって、片道50キロ乗ったらもううんざりみたいな状態だと。確かに、うん、それでは土方さんに代わりまして、はい、僕の素人レビューを。いやいや、もう、はい、プロの。いやいやいや、まずですね、ブレーキはやっぱり720と一緒です、うん、どういうこと？慣れが。あ、慣れがね。それはペダルの、はい、ペダルのっすね。あ、まあ、カーボンセラミックだなっていう感じの。あ、タッチも？タッチです。あ、タッチね、はい、うん、効く効かないじゃなくて、ちょっとその効き、初期制動がちょっとこう普通の車とちょっと違うじゃないですか。はい、こうグッて踏み込んで効く、うん、わ、すげえこれね、これバイクっすね。3メーター走ると分かるでしょ、バイクだ。ほんとすごいですよ、これすごい。ちょっと待ってください、うん、これバイクっす、うん、車に乗ってバイクですっていうのを言うことなんですけど、そのぐらいこうダイレクト感が半端じゃないこれね。え、これちょっと720よりちょっとダイレクトかもしれないですね。やっぱりそうですよ。結局スペシャルモデルじゃないですか720って。言ってみたら、あの市販車って言ったらおかしいですけど、はい、まあ、一般カタログモデルじゃないですか。まあまあまあ、そうですね、はい、だからその辺はちょっと味付け違うのかもしれないです。わ、すげえこれ。いや、本当これタイヤ4つついてるバイクっすよね。で、あ、その車の動きとか、うん、タイヤの動きとかがなんか分かるでしょ。分かります。いや、だから それもバイクっぽいです、うん、音の感じ方とか。そうですね。わ、すごいこれツッチー大騒ぎですこれでも本当すごいですね、うん、楽勝で止まります。すげえ。ちょっと待ってください。もうまずシートが完璧すぎます、うん、そうだよね、はい、もう体をこう、僕ミニにフルバケ入れてたんですよ、うん、で一番こうタイトなやつにしたんですよ、はい、デブの癖して、うん、でその時にこう、うん、もうフルバケの良さにこう、うん、気がついたというか、うん、フルバケってこう本当にペダル操作とステアリング操作だけに集中できるじゃないですか。そうですね、もうまさにそれ、うん、だお尻とかに意識をしなくていいんですよ。そう、本当に手と足の先だけ意識すれば、うんうん、そうなの。だ腰がちゃんとはまってればあとはもう任せちゃえばいい感じです。はい、とりあえずマニュアルモードじゃなくて普通のモードに乗っていいですか、うん、あ、こっちか、 A か、はい、振動と音をこう、うん、背中後ろに感じながら、はい、で見切りは、うん、割といいです。フェンダーの膨らみが見れますし、いいでしょ、はい、なんか前先っぽ見えないですけど、はい、でもなんか想像つくんだよね、この辺だろうなっていう。想像つきますね、うん、この辺は720としてやっぱりミラーめちゃめちゃ見やすいし。そうなんですよ、すっごい見やすいミラーが。後ろもなんていうんですか、このドアからつながったリアフェンダーなんで、うん、そう、あのダクトがちょっと覗いてて、なんとなくここっていうのが四隅が分かる車ですよね。あの Z4 とか分かります、うん、Z4 とかリアがブワーって出てて、はい、みたいな戸惑いあるじゃないですか、うん、それないっすね。そうあの車の大きさって当然大事なんでしょうけど、はい、ちっちゃくても四隅が分かんないと本当不安ですもんね。やっぱりフェンダーの作り重要ですね。うん、大事ですよ。確かに土方さんの言う通り、この
りこうなんていうんですか、うん、飛び出てないですもんね、うん、フェンダー。そう、このキャビンが絞られてこう、うん、フェンダーが出てるように見えるけど、うん、こうエアロが飛び出てたりとか、うん、フェンダーが飛び出てたりしないんで、うん、あ、すげえ、本当にこれ全然平気でしょ、はい、どっかこう取られるとか飛んでいく感じしないですね。そうなの、怖くないんですよ。とってもいいというか大事というか。これちょっとスピード出して見たくなる車ですね。なんていうんですか、車はスーパーカーだしすごい車乗ってるんだっていう勢いがなければ多分楽なんですよ。まあ、当然すごいね希少な車なんで、そうですよね、気負っちゃうところもありますしあれですけど、でも冷静に乗ってると多分楽だと思います、この車。ミッションこれ反応めっちゃいい、うん、なんかこのアイドリングの時のちょっとこの振動というかダイレクトなこうエンジンの鼓動っていうのは、はいはい、なんていうのこう、そうエンジンの鼓動がね、はい、すごい分かるし、走り出した時とかのこのレスポンスの良さとか、やっぱいやこれで、うん、風を感じられたら本当にバイクです。本当だよね。本当そう、お尻にもこの振動が伝わってきて、うんうん、だからこう不快な振動じゃない。はい、そうなんですよ。だからさ何回も言っちゃいますけど、やっぱり同じような感じってやっぱり GT3RS なんですよ。あ、はい、車とか動きは違いますけど、うん、でもその雰囲気がダイレクト感だったりメカニカルの振動だったり、ちょっと他にないな。うん、シフトがすごい速いし変速ショックゼロだし、うん、これちなみに、はい、今、はい、ハンドリング、はい、あとパワートレインノーマルモードですからね。すごく良くないですか、それで。すごくいいです。なんか変える必要がないね。車線変更はしてみたいです、うん。そんな、じゃあボンド名古屋を通り過ぎながら、はい、はい、もう一周いいですか、もう適当に行きましょう。2個目を右に行ってください、はい、うわーうわー、これすごい本当にね。こうちょっと語彙力がなくてうまく伝えられないのが本当に残念です、うん、はい、なんかこうよくこう思った通りにこう、うん、動かせるって言うじゃないですか、うん、それの極みっすね。極みだよね。全然フラフラじゃない。平気でしょ、はい、この分かります、このハンドルのこの分かるよ。モンドチャンネル見てる皆さん、ちょっと言っときますけど、はいはい、土屋がうるさいです。興奮してます。いやこう思った通りに曲がるって言うのは簡単ですけど、うん、意外にこうそうじゃないじゃないですか、特に市販車なんかは。そうだよね、うん、でも前のね違う車でも話言ったんでいいですよ、違う車でも話してますけど、はい、ハンドル切った瞬間にレスポンスよく動いたら危ないっていう考えるメーカーもあるじゃないですか、世の中には。でもこれはそれでも危なく感じないです、安定してるから足の動きが。でも全部がこうリジットにつながってるわけじゃないから、うん、どこかで必ず遊びってあるじゃないですか。ありますね。もうつなぎ目が、つなぎ目というかね、接続部分がある以上しょうがないことなんですけど、見てください、このはい、分かりますこれ。分かりますよ、うん、感じますもん、助手席乗ってても本当にこう動くんだろうなっていう動きでこう、うん、完全に一致してるんですよ。一致してるよね、全てが。そう、ステアリング回す時の速さもそうだし、座角もそうだし、全てがこう一致してる。やっぱり当然すいません、見てる人分かったよって言うかもしれないですけど、
本当シートが良くて。シートいいですね。本当いいんですよ。本当に。うん。これはね、本当乗らないとわからないんで。シートこれ100点ですよ。古化けもいろいろあるじゃないですか。うん、こう猫背になってるやつもあれば。はい、ありますね。うん、割とこう立ってるやつもあるし。うん。で幅なんて結構バラバラじゃないですか。そうなんですよ。で一番嫌なのって腰広くて太ももタイトみたいなやつってたまにあって、これどういう体型に向けて作ってるんだっていうシートが意外とあるんですよ。シートめっちゃ重要ですよね。いや大事ですね。特にこういうスポーツカーは。乗ってたいっていうの分かりますね。うわあ、どうにかこれを伝える方法ないですかね。そうなの、本当毎回そう思います。こういういい車乗るとどうにかしてこう皆さんにこうなんか乗ってるがごとく なんていうんですかこうね、うまい伝えた方ないかなと思って考えるんですけどね。僕とツッチの語彙力じゃダメなんですよ。僕に至ったらリアクション芸です、ね、いやありがとうございます。はい、ありがとうございます。いやこれ超いい経験をしました。いいですね。はい、というわけで今回はマクラーレン 600LT をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。そしてこれからはあのボンド名古屋です。土方店長と名古屋でお届けしますので、はい、そうですね、ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。